はい、今回はタムロンの 1770mmF2.8 のレンズの紹介をしていきたいと思います。このレンズは APS-C 用のレンズとなっていますけれども、1720の F2.8 ということで非常に広い、焦点距離をカバーしつつ F2.8 として使えるという、紙レンズと呼ばれているレンズの一つになっています。でサイズ感はですね、少し大きめになっていて、見た目ですね、ほとんどフルサイズ専用のレンズとあまり変わらないかなと思います。これ試しに比較用にですね、左側に用意しているのが24-105 の F4 同士の G レンズですねの、はい、なんでほぼ画角的に同じフルサイズのレンズと APS-C 専用のレンズ比較してみたんですけれども、フルサイズ用のレンズよりやや長いかなという形になっているので、それなりに、APS-C のカメラにつけると、少し大きめにはなるのかなっていう、そんなレンズです。はい、で見た目はですね、これまでのタムロのイメージに近いこうマットな、感じでですね、ほとんどですね、これは第1世代の 28-75mm の G1 のフルサイズ用のレンズと同じ、筐体かなと。はい、実際にですね、α7-3 に、こちらつけてみたいと思います。僕はフルサイズユーザーですので、ちょっと APS-C のレンズは逆に持っていないですけども、ちょっとサイズ感を、はい、把握していただきたいなと思ってます。はい、こんな感じですね。結構フルサイズでつけるとですね、そんなにやっぱ全然違和感なくですね、第3弦のズームレンズでいうとこのぐらいのサイズだろうという感じでですね、非常にフィットしているかなと思います。一方で APS-C のカメラにつけると少しレンズの方がですね、比重が大きいかなというところはあるかもしれないので、その辺はやっぱりこれだけの焦点距離とクオリティを持っているレンズなので、はい、どんなに撮るかというところかなと思います。はい、でこのズームのところすごくリングもスムーズですし、非常に使い心地はいいかなという感じですね。はい、あとのこのリングのところもですね、ズームリング 17mm から 35mm まではほとんどズームの質が伸びないので、Vlog なので広角側で順番撮影する方などもバランスの再調整、ほぼ必要なく使えるのかなというところで、非常にいいレンズじゃないかなと思います。はい、そんなところですかね。はい、以上になります。